ンダミルクって言います。ちょっと中開けるともう粉々なんで開けてないですけれども、森永さんが今日も開発してまあ私たちだけじゃないですけど、いろんなパンダの母乳を提供して成分に近いものを作ってくれてまして、馬フヒンも今ちょっとずつ飲む練習だけ始めてます。だいたいアドベンチャーワールドだと双子の場合は結構早くからお母さんの母乳もなかなか双子だと足りないので補助的にあげたりするんですけど、一人っ子の場合はだいたいお母さんから独り立ちして、一頭での生活始まった時になかなか竹だけでは営業を補えないんで、最初こういうものを補助的にあげたりするんですけれども、4歳のユイヒンがですね結構変色で、このミルク飲むまでに1ヶ月半ぐらいかかった歴史があるので、まだ全然風品も独り立ちの日って決まってないんですけれども、最品もそうなんですけど、決まる前から余裕を持ってちょっとずつ味に今慣らしてます。全然必要ない時期から余裕を持って慣らさないと、いざ必要になった時、ユイヒンみたいにいざ飲まなきゃいけない時に全然飲んでくれないっていうのが一回あったので、ちょっと早めに練習だけ、はい、してます。まあ、今のところ順調に最品ユイヒンほども手こずることなく、ちょっとやっぱり最初はミルクの味というよりもそういう器から飲むことを覚えてないので、そこの順調の方が必要だったりするんですけれども、まあ最初は今もやっぱりちょっとスプーンでこうちょっと飲ませてから、それをどんどんこう器の方に下げていって、気がつけば自分で飲んでるみたいなぐらいの流れでやってはいるんですけれども、最近やっとスムーズに飲めるように、なってきたかなぐらいです。はい、哺乳瓶では分かってない。哺乳瓶はね、もう今ぐらいの大きさで哺乳瓶使うと噛みちぎっちゃうので、基本的にもっともっと小さい歯が入る場合とか、あまりこう歯が生えてなくて、だから双子の時ですねにこう入れ替え保育って言って、1頭お母さんが預かっていただいてる間にもう1頭にそういう人工乳を補助的にあげたりするんですけど、そういう時に哺乳瓶は使えます。まあ、ただ今のところ普通にこう、お母さんのミルクだけで食べてますし、今哺乳瓶を使うとその乳首の部分がゴムなので誤飲しちゃう可能性があるので、もうお皿で今はあげてます。これはですね、ひな祭りの時にあげた遊具の一番上の部分なんですけども、もうこれが生き残ってる唯一の木でして、あとはもう噛み砕いてボロボロになっちゃいまして、はい、もう一個一緒にあげたロープのやつでも結構噛んじゃって、このコンシェルジュ終わるぐらいにはもう卒業かなぐらいの、はい、感じです。歯型も結構